叫ぶ尻尾かなって思ったらなんか10レベルのプリンだった。これ10レベルなことに関しては大丈夫。持ちます。了解です。ギミック決めるあれだったら全然落ちなくていいからね。プリンが10レベルなことに関しては大丈夫かな。脅ししは威嚇スキスはだよ。待って、プリンってさ、プリンって勝ち気だっけ。プクリン勝ち気だけど、プリンって勝ち気じゃないっけ。寝るけど寝るたん。ヘノさんこんばんは。ハエノさんもこんばんは。あ、ダブリが書いた今。あ、そもそもスカタンク威嚇じゃないか。別に分からんけど、とりあえず熱風っていこうかな。レベル10じゃないと覚えない技とかあったっけ。どうだろう。プリン育成したことないから分かんないな。フレンドカード、あー、それは威嚇を使い回してくるのか。スカタンクって特性何。シュンさんシュンさんピンポイントでスカタンクって誘爆だっけ。あれ、スカタンクの特性が分かってないんだけど、名指しで聞いちゃった知ってるやろと思ってダイワモース、スカタンクの特性が分かんないな。なんか生かしてくるのかな、スカタンクの特性を。さっきのパーティーにも入ってたしね、わかるかなと思って悪臭？悪臭ってなんだっけ、どんな特性だっけ。道具使えなくするみたいなやつだっけ。悪臭がわかんないわ。あ、でもわかるね、これで。いや、わかんないか。テクニシャンより、これなんだマジで、何が言ってるんだ。悪臭ネズミ山 10% でひるみクシュー誘爆鋭い目、なるほど。悪臭悪臭一回ネズミ、なんか本格的なドブネズミになっちゃった本格的なドブネズミ。脅し新フレンドガードが言ったね。なるほどね。こんな感じでとっか臭いんだけど、なんか臭くない、なんかこの配信。くっさん？これめんどいよな。悪臭は 10% でひるむから、それを10回ってことは、これあれかな、なんかひるみアイテム持ってるのかな。これ普通にやられちゃう可能性あるな。ひるんでるところ見たいんだけどな。そうそうそう、悪臭シュンさんならわかるかなと思って名指しで聞いちゃった、さっきこれ普通ちょっとこれ止めて、これ止めて、これ止めて、ちょっとあのひるむところみたい、ひるむところひるんでくれよ。判定が一発一発に乗るとしたらなかなか強いっすね。じゃあちょっとこのガブリアスちょっと殴ってもらっていいかな。
多分ガブリアスはやっぱサメ肌だ、ごめんサメ肌だから、あちゃあちゃー、ニーフェアするべきだったな。ああうわうまっ殴りやすくするためにサメ肌をサメ肌を奪ってきた。最後にいい仕事したな今。もちろん広角レンズか、さすがにひるみアイテムではないか。俺指示偉いな、ちゃんと味方のことを考えて。確かにそうだね、もうこれあの当たりすぎだから多分広角レンズだね。広角レンズかすかつあの 10% ひるみ両方だね。あーこれどんぐらいの確率なんだろう。ちなみに12円、お出しし偉かったね。おーっと、えこれ重力してくれ、もしかして。確かに武人が殴ったからサメ肌食らったね。 10% 10回だいたい 60% 天メグなだれみたいなもんか。ロマンがあるねこれは。とても脅ししのスキルスワップというなんかなかなか起点が効いててよかったわ。スカタンクの特性が分かんなくてさ一瞬ちょっと戸惑ったけど終わってしまえば強い、結構強いよなこれ実際。これネズミ残10回と10万ボルト耐えそうだな。10万耐えないかさすがに。普通に動いた普通に動いた。おお覚えるんだね。すげえ。悪臭に目をつけるとはなかなかやるね。またさんかこれさすがやなやっぱ。